なので君に特別に教えてやるにゃ。回避は通常攻撃の途中で行うこともできるにゃ。攻撃中にヤバいと思ったら回避で敵の攻撃を避けるんだにゃ。そして避けるだけでは戦いには勝てないにゃ。次は攻撃の要になるスキルを教えてあげるのにゃ。いないにゃ。君が一人前になるまでしばらくニャーが付き合ってあげるにゃ。にゃふん、そんなこと言っていいのかにゃ。このチケットが目に入らにゃいか。さすがにびっくりしたかにゃ。このチケットがあれば君の冒険の役に立つ武器を召喚することができるにゃよ。教えてやるから早速やってみるにゃ。にゃー、運だけはなかなかのものだね。
ないんだにゃ。武器の装備には2種類があるんだにゃ。それはメイン武器とサブ武器にゃ。通常攻撃とスキルに使えるのはメイン武器、スキルにのみ使えるのがサブ武器だにゃ。スキルの組み合わせをよく考えてベストな装備をするんだにゃ。にゃふーん、感謝するにゃ。さて、団長の青が呼んでいるみたいにゃ。にゃーも影から見ててやるから行ってくるにゃ。ばかりで戸惑っているようにゃので、にゃーが出てきてやったにゃ。見たところメイン武器はちゃんと使えているようだけど、サブ武器の方が使えていないにゃ。いやー、こんな感じだにゃ。またにゃーが陰で見ててやるから、ちゃんとやるにゃよ。戦いぶりだったにゃ。にゃーは気が利くので、君が戦っている間にご褒美としてこれを仕入れておいたにゃ。装備はこの専用素材を使うことで強化をすることができるんだにゃ。強化をすると武器の性能が上がるんだにゃ。もちろん武器がだにゃ。せっかく手に入れた武器はしっかり手入れして長く使ってあげるのにゃ。
うにゃ、便利だにゃ。ただし、オートバトルはできることに限りがあるので注意するのにゃ。さて、だいぶ戦いにも慣れてきたようだし、そろそろあれを教えてやるのにゃ。あれを味方につけると能力が身についたり、ステータスがアップしたりと、さまざまな恩恵があるにゃ。その名も天維新だにゃ。天維新は平たく言えば英雄たちの魂だにゃ。強い精神力を持った英雄の魂が天維新として存在し、知覚することができたり、時には形を持つものも現れるんだにゃ。レッツ召喚だにゃ。にゃふーん、なかなかにゃ。なんとにゃーの天維新が出現したようにゃね。にゃーのように強い精神力を持つと、生きているうちから天維新になることもあるんだにゃ。なんだか目の前で気恥ずかしいけど、早速天維新を味方につけるにゃ。天維新の加護は強力なので絶対に忘れないようにするにゃ。にゃーに任せなさいだにゃの威力はどうだったにゃ。にゃに、それほど変わらなかったって。にゃふーん、そう言うと思ったにゃ。なんと天維新も装備と同じように強化をすることができるんだにゃ。にゃにゃにゃのにゃ、その目はちゃんと強化に必要な素材を用意したにゃ。うにゃ、あと進化に必要な素材も用意したから、そんな目で見ないでにゃ。強化と進化を一気に教えてあげるのにゃ。能力が上がり、進化をするとレベルの上限が上がるにゃ。にゃーの天維新も
け出しとしては十分にゃ。それにまあこれからもニャーが影から見守っててあげるにゃ。たるんでるようだったらすぐに出てきてカツを入れるにゃ。そのつもりで頑張るにゃよ。